どうも、お疲れ様です。吉谷さん。便利になったらね、不便になるみたいなパラドックスがあるわけなんですけども、私が一番最初に好きになったアニメがね、銀河鉄道39っていうやつだったんですけどもね、まあこれは主人公の鉄郎っていうのが、まあ私もね、同じ名前ということで、まあその辺もあったんですけども、あの、アニメの中にね、自分が登場した夢を見たのが、まあ一つの大きなきっかけになったんですよ。まだそれは小学生の幼い頃でしたけどもね、まあそれ以来、その、 銀河鉄道39というアニメの中にもしかしたら自分が出てくるかもしれないなと思い始めて見るようになったんですけどもその独特な世界観にも結構ね、まあ、いわゆるハマったという状態になりまして前に至るわけなんですよ銀河鉄道39はいくつかの派生商品が公式に出ていて、まあ、銀河鉄道物語っていうふうにね銀河鉄道39が出て50周年を記念した、まあ、新しいリメイクアニメっていうのがあったんですけどもこちらもなかなか面白くってね まあ基本的には銀河鉄道39と直接の関係はないよっていうことで始まったんですけども、銀河鉄道39と本編とね、コラボの作品も出たりとかして、非常に私のね、世界観を広げてくれたかなって言ったことでございます。で、その銀河鉄道39のストーリーなんですけども、あの、人間がね、全部機械化してしまって、便利さを追い求めていった結果、永遠の生命を手に入れることができたり、すべての悩みを解決することができたと。 まあそういうふうなあところまでねいわゆる人類の最終到達地まで行ったっていうことなんですよねまあそうすると何が起きるかっていうとーパーフェクトな体と人生を手に入れた機械化した人間が自殺をしているっていう場面がね出てくるわけですよねこれ50年以上前の作品ですからねそんな中で主人公の哲郎が理想郷とされている国にたどり着いたら自ら命を絶っているこう機械化人がねバーンとね 飛び降りて自殺すするんですよでどうして自殺しちゃうんだっていうふうに機械の体が欲しくて旅をしている哲郎はそういうふうに問いかけるとあのやっぱりね人生はね何もかもがうまくいくつまらないんだってい絶望して死んでしまったっていうね最後の言葉を残しているんですよ、まあ、あの言葉の一言一句っていうのはちょっと覚えてないんですけども大体内容としてはそんな趣旨だったと思いますでそれで哲郎は全てを解決してくれるはずの永遠の生命に初めて疑問を持つんですよね で、旅を続ける中で人間生身の体の人間と機械ガチンとの対立を目にする時にやっぱり永遠の生命を手に入れることによって人は優しさとか思いやりを忘れてしまうとかね今日一生懸命やらないといけないっていうことも別に永遠に生きるんだから明日でいいじゃんみたいな感じになってそのモチベーションがね全然起きてないっていうところに、まあ、あの遭遇するんですよ。 まあここは余談なんですけども機械伯爵みたいにね機械の体を手に入れたから自由奔放に楽しく生きるっていう悪党みたいなのもいるんですよ、うん、でもやっぱりね機械の体を手に入れても永遠の生命を手に入れても何の悩みもないような人生に乗り込んだとしてもねそれでもね人生に絶望するところっていうのは必ず見つかるみたいでなんとも言えないですねパソコンっていうのも常に新しいのが出ますよねこれね 以前細木和子さんってお亡くなりになった占い師の方がいるんですけどもこの方のね、えー、堀江貴文さんが対談したことがあってこれ2005年ぐらいだったと思います堀江さんはライブドアっていう会社でもうね飛ぶ鳥を落とす勢いで時価総額がもうちょっとで1兆円になるかっていうところまで急成長した時期に堀江さんに細木和子さんが言うんですよあなたも全然ダメだねって、まあ、こんなこと言うわけですよで堀江さんが「ええー!」とか言ってびっくりするんですようん なんでパソコンって毎年毎年最新機種が出るのってもし行き着いてるんだったら最新機種いらないじゃないですか。<laughs> だから不完全だからこそすぐに新しいモデルチェンジがもう年を追うごとに出るんでしょすぐに最新だと思っていたパソコンが古くなるんでしょっていうことを言っていて、その時は私もよくわかんなかったんですけども、今はよくわかるんですよ。更新頻度が激しいってことは、それだけまだまだ穴があって不完全なものである。 もしくは世の中の求めているものが最新機種の上を行くように切りがないってことなんですよね。うんどんどん便利を追い求めた結果便利さに追っかけられていくみたいなねそんな不便さがあるかなってことです。実は昨日ね床屋に行って髪染めたんですけども終わったあとね店のおやじさんとね話すことがあったんですよ。私のスマホに対してです。このスマホ多い,いのは便利なんですかねどんなとこでも電話がかかってくるからサボれないですねとか言うわけですよ。 そうなんですよね。便利であるがゆえに、この仕事がね、いつまででも追いかけてくるんですよ。で、ちょっとライバルが動いたら、そのライバルを超えるような仕事が上司から入ってくるんで、もう拘束感が半端ないっていう風なね、話を聞きましたね。まあ、私や吉谷さんもね、別に仕事にこういう風な携帯電話で追われるってことはないでしょうけども、でも通常、会社の勤務をしているとね、休日を過ごしていても、会社の上司や先輩から、 連絡が入ってきたりとか部下や後輩から相談事が入ってきたりっていう形で結局なんかね自分の時間を全く過ごせないっていう便利なものがあるからこそ人生が不便になるっていう、まあ、典型例じゃないかなと思いますけどもね、はい、皆さんの周りにもそんなことってあるんじゃないですかそれでは